早急に知りたいことで比べてみました。新しい本が書いてある。朝霞君、死ぬ日が知りたい。知りたいですね。なんで？いや、もう死ぬ日から逆算して生きていきたいですね。いや、その日その日を一生懸命でいいんじゃないの。じゃ逆にさ、はい、1週間後って言われたら何するの。もうスタジオ出ますね、僕は。いや、もうこんなこと言わない。1週間じゃなくここいる場合じゃないよ。今、あなたは1週間で死にますってドーンって言われたらもうダーン走ってるねん。そうね。あのね、昔占い師の先生がいてすごい当たるって言われて、はいはい、その人に占ってもらったことあるの、はい、俺も徳井くんも、うん、ね、うん、あんまり芸人がトーク中にさ、ねーとか言わない。うん、俺はね、71歳で癌で死ぬって言われた。俺69歳で胃癌で死ぬって言われた。それ聞いたらやっぱ嫌なもんですか。うん、あ、結構思ったより長生きすると思ったの。俺初め27で死ぬつもりだったから。あ、いわゆるね、伝説のロックミュージシャン全員27歳で死ぬっていうね。ジン・モリスン、カート・コバーン、ブライアン・ジョーンズ、ジャニス・ジョプリン、みんな27歳。腹立つわ。でもね、27超えた時に、ええ、あ、俺ロックに選ばれなかった。いや、選ばれてないよ。そんな想像ならわかんない。よくわかんなかったですね。ということで、朝霞君の余命を聞いてきました。お、日本最大級の占いの館、アイリーの人気占い師、樋口さんに聞いたものです。あらあら、それでは発表していいですか。はい。朝霞君が死んでしまう年齢は54歳です。早っ。やばい、あれ焦んないと。あ、意外とショックですわ。君が聞きたい言うたね。早っ。30年以上あるわ。さあ、2046年の11月15日日にちも、午前3時ごろあなたは家で一人でベッドで死にます。うわ、一人なんや。はい、死因は何だと思います。みんなで考えようよ。はい、はい、なんかが落ちてくる。あ、違う。俺ガシガシガシ。なかなかないよ。ガシガシ。心臓麻痺。何？心臓麻痺。正解。